どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは大阪のグルメです。今回は本店の精肉店から直接届く極上のお肉を味わうことができるこちらのヒカルさんにお邪魔いたしまして、絶品のランチを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。Let's go。今回紹介いたしますこちらのヒカルさんというのは北新地エリアにお店を構えていて、精肉店直営で極上の松阪牛や佐賀牛を余すことなく提供しているお店です。北新地のお店だけではなくて西天満にもお店を構えているようです。さらにはメディアにも紹介されるほどの人気店でございます。そのためランチ時には多くのお客様で賑わっています。そしてこちらのお店で提供されているランチメニューはこのようになっております。焼肉ランチから始まり、ビーフカツ、さらにはとんかつランチ、さらには唐揚げランチまで用意されており、5食限定でこちらのハンバーグランチも用意されています。ですが今回はこちらの A5 ランクの黒毛和牛一人すき焼きランチを注文いたしました。さて一体どんなすき焼きランチなんでしょうか。とても楽しみです。さて注文しましたすき焼きランチが運ばれてきました。ご覧の通りカセットコンロの上にお鍋を置いて、こちらの美味しい、そして筋がとても綺麗な A5 ランクの黒毛和牛をこちらの鍋の上に乗せていきます。さすが精肉店ですよね。いいお肉なんですけれども良心的な価格で美味しいお肉を味わうことができます。このように大きなお肉を2枚鍋の上に乗せて時間を待ちたいと思います。お肉の色が変わったら食べ頃だと思いますので、早速こちらの A5 ランクのお肉をこちらの生卵を溶いたものの中に入れていただいていきましょう。このお肉を口の中に入れた瞬間に幸せな時間がスタートいたします。お肉の旨味、そしてジューシーさが口の中にじゅわっと広がって、さらに覆いかぶさるように卵の甘みが加わってとても美味しいです。このお肉のクオリティでお値段が1500円というのはもはや驚きの一言ですし、コスパ最強ランチだとも思います。お肉だけではなくて野菜たちもたっぷり入っていますので、栄養満点のすき焼きランチだと思います。北新地から徒歩1分のところにございます。少々入り口は分かりづらいところにありますけれども、これだけのクオリティで良心的な価格で提供している、ぜひヒカルさんのランチに皆さん足を運んでいただければと思います。一度運んでいただいたら病みつきになること間違いなしだと思いますので、皆さんぜひ行ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!